今回の雑学は、人にはなぜ寿命があるのかと、ということです。もし寿命がなければ、人間は何年でも生きることができますが、それだと世代交代がスムーズに行われないんですね。生物は世代交代を円滑にしながら進化して生き延びていくと。なので、世代交代がないと、急激な変化に対応できなくなり、種全体が滅亡してしまう可能性があるんですね。例えば恐竜は寿命が長すぎて世代交代に失敗したために、滅んだという説もあるぐらい。人間の最長寿命は昔から100歳から120歳っていうのは変わってないんですね。この寿命年齢は科学がどんなに進歩しても変わらないと考えられているようです。はい。